ミルワカミルクサッカーカネミニョメバーでございます。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。先生お願いします。こちらでございます。どん J2 前半戦のベストイレブンデータ的に、あ、これは出ちゃうんですか、また出ちゃうんですか。そうなんですよね。まあ J1 でもやらせていただきましたけれども、はい、まあ、続いては今度 J2 編でベストイレブンプラス、うん、まあ、セカンドメンバー何人か選んでみたっていうところもありますので、見ていただければと思います。データ的なデータマンがデータから抽出したってことですね、はい、でございます。いきましょう、こちらでございます、はい、メンバーバットン、どうすんメンバーになりました。はい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 。左に11人入れまして、はい、まあ、その説明が右上にあって、あとはセカンドメンバー的に、あと他にね、ちょっと何人か入れてみましたので、右下に。はい、お伝えしていこうと思います。強いぞ、これは。そうなんです、ね、うん、まずはゴールキーパーから見ていこうと思いますが、はい、新潟の小島選手でございますと。はい、あの新潟はですね、まあ、小島選手、あの、まあ、セーブ数とかっていう意味で言ったら、また他の選手いるんだけど、はい、最もね、そもそもシュートすら打たせてないっていうところがあるんですよね。うん、ね、うん、もちろんゴールを最も許してないのも新潟だっていうところもあって、うん、一番ゴールのところで、最優秀だったってところから選ばせていただいたよと。こう一旦舐めましょうよ、これ、菅田選手、バイス選手ね。そうね。選手をちょっと早く喋ってっていうのもあります。一回舐めましょうよ。全体像一回喋ってくださいよ。そうね、まあ、こんなメンバーってのね、まあ、上位からがそこそこいるかなと思う反面、はいはい、ベストリブの中に仙台が入ってこなかったの、個人的にはいい、ね、ですね、確かに。じゃあみんなで5なんだね、仙台ね。そうなんですよね。あれ、梶川さんも入ってる、これ後ほど聞きましょう。そうなんです、ね、川原さん大好き、私。なるほど、ね、まあ、得点なんかアシストランク上位はそれ上に来るよねって話でもありますけど、と。まあ、っていうところでですね。はい、あ、で、じゃあ続いてはこのディフェンダー行きましょうと。うん、はい、ディフェンダーがバイスさんと菅田さんというところがありますが、うん、この2人に関しては、あの、何かしらの項目で1位というよりも、うん、あの、全体、何のディフェンスのランキング見ても、トップ5ぐらいに何でも入ってるのがこの2人だったっていうところから、うん、すげえなー、はい、持ってきたよというところでございました。はいはいはい、確かもう、特にバイス選手がそうだったけど、うん、2人とも確かフルタイム出場だったんじゃないかな。はあ、はあははあ、っていう、このね、過密の中でもずっと出てるよっていうことも、まあ、踏まえて入れましたという感じになってますよと。うん、そうなんです。あと、まあ、最近ね、やっぱディフェンスっていうと、ビルドアップとか、デュエルとか言われますけど、空中選定観点での一番は、まあ、右下にありますが、うん、秋田のね、池田ジュラト選手が入ってきたりだとか、はい、ビルドアップの項目で、あの、パスのね、いわゆる相手敵陣に通した数ナンバーワンでいったら、まあ、キム・テヒョン選手とか仙台にいたんで、うん、まあ、彼らも一応入れてみましたけど、はい、まあ、それ超えてきてるのは、このね、菅田選手とバイス選手かなといったところ。いいね、必殺技がわかるから、全員、こう、アベンジャーズ的な見方が見れますよ、これね。そうですね。そして続いてサイドバックでございます。はい、サイドバックはもうね、ホットライン、小川航基選手とのホットライン化もしてますけど、やっぱ伊坂全員さんですね、うん。あの、クロスでのトップ数値も出せたのもそうなんですけど、うん、右サイドでどれだけこう敵陣に侵入してたか、みたいなところで、やっぱ彼がトップクラスの数値持ってたので、今入れてみましたよ、という感じでございます。うん、で、逆に左の方は大混戦でした。うん、ああ、そう。もうなんだろう、全部ポイント付けとかで言うんであれば、うん、1ポイント差みたいなところにも失ってる状態。20人ほど大混戦の LSB。はい。各チームみんないたみたいなところだったので、へえ。ていうか、誰が入って、ここはもう三沢選手にしましたけど、はいはいはい。まあ、彼今年センターバックやることもあるんで、うん、その分で上回ったかなってのもあるんですが。総合値使い勝手みたいなところ。はい、新潟の堀米さんだとか含めてもめっちゃいたので、うん、まあ、本当皆さん推しチームの誰かってここ一番問われるのはビルドアップ数値なんですか？いや、ここはもう何でもあると思います、正直。うんうんうん、で、ただ、僕、ある程度こう、いろんなこうデータをこうポイント化したりだとかしたりするんですけど、はい、その中で、まあ、左サイドバックできる人で一番上にいたので、そのまま持ってきたって感じになっちゃったんですけど。で出しておりますんでね。もっとあの人のがクロス本数多いだろうとか、そういうこと言わないでくださいね。そうですね。総合値の魅力ポイントで入ってます、ね。そうなんですよ。はいはい、それ以外でここに20人ぐらいいますって書くしかなくなっちゃいましたから。そ、ね、うなんでございます。そんなこともありました。はい。はい、続いては今度は、アンカーのところは、川原壮さんでございます。いいですね。彼もやっぱ、ディフェンス系の項目、特に中盤でこう、奪う系とか、回収する系の項目だったらもう、うん、はい、菅田選手やバイ選手のように、まあ、全体的に上位にいたっていうのもあるので持ってきたりしたんですが、びっくりしたのが、うん、アンカーやりながら、キーパス、いわゆるシュートにつながった、直接つながったパス本数が全体の5位だったんですよね。はい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 。だオフェンスのところまで優れてたのもあって、彼がここにチョイスされたみたいな流れに。なったかなと。ザ・アンカー感ありましたもんね、もうずっと。そうなんですよね。
デュエル限定とかだったら、町田の佐野海舟選手とか、うん、新潟の高高弘選手とか入ってきてもおかしくなかったんですけど。その辺を総合値で上回ってる。のが川原選手だったよ、はい、まあ、初めての J2 ですけど、そんなの関係なく、といったところになっておりましたね。うん、通用してますよ。はい。はい、続いて、インサイドハーフ2人でございます。うんうん、町田の平戸選手と、ベルディの梶川選手の2人。あれらが梶さん。そうなんです。ね。まあ、わかりやすくですけど、うん、あの、2人とも今のアシスト王です。ああ、そういうことね。そう。だからそのまま入ってきたってのはありました。はあ、はあ、はあ。うん。で、平戸選手はなんと今のところ5ゴール7アシストという前半戦の活躍があり、うんうん、梶川選手は1ゴール7アシストというところで、うん、梶川選手はディフェンス系の項目でも結構上位にいたりだとか、平戸選手はやっぱパス系の項目でも上位にいたってところもあって、メンバー入りしたよというところでございました。人気もあるからね、この2人ね。そうなんですよね。うん、そして、ウイングのところでは、得点なく2位のチアゴさん、8ゴールですね。はい、のところが左ウイング、うん。そして右ウイングには新潟の水戸俊介選手が入りました。はい、あの、水戸選手に関しては、これデータ的じゃないとちょっとわからないなっていう選手ですね、うんうん。あの、ちょっと特殊なデータでなんとリーグ1位でございました。あの、ピッチ内にいて、最もチームのプレゼンスが上がる人は誰だっていうデータがあるんです。はい。要は、はい、得点力が上がったり、はい、ディフェンス失点が少なくなったりだとかってところですね。はい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 、そこの差分がいわゆる最も広い、いわゆる最も得点してる、最も失点少ないっていうのは、水戸選手が。そういうカウンデータも今あるんですね。そうなんですよ。なんかホッケーとかで聞いたことありますよ、それは。ありますよね、そういうのね。いると調子がいいみたいなのも評価になるんですよね。そうそう。だからムード丸みたいなところでもありますけど、ね、そうらしいですよね。っていうところで水戸選手が入りましたと。水戸さん。なんか、水戸選手ね、あの、帰ってきてからなんか結構チームメイトにいじられてたりとかするらしいので、アンダー21日本代表とかね、終わった。やっぱ代表さんは違いますね、みたいな感じとか。なんかチームの雰囲気いいんだなってこともわかりますよね。なるほどね。はい。はい、他にもちょっと下に入れたんですが、セカンドメンバー、今年のちょっと J2 のウィングメンバーがちょっと凄すぎてですね、うん。例えばこれやっぱシーズン半分終わった段階だから、うん、まあシーズン終了段階でもすごいことなんですけど、うん、いわゆるゴールとアシストの合計が10超えてたらやっぱすごいわけですよ。うん、それがめっちゃいて、本間紫苑さんが4ゴール6アシスト。うん、ね、うん、あと、ベルディの杉本さんも6ゴール4アシストとか、うん、あと、甲府の長谷川選手が6ゴール、柴山選手が6アシストとか、なんかめっちゃいるんですよね、今シーズン。すごい。っていうのもあって、セカンドメンバーにオフェンスの選手がバーっていっぱい入ってた。なかなか見応えがあるというかね、エキサイティングなリーグになってるんですね。そうなんですよね。でただ、そんな中で一番前に入ってきたのは、うん、まあ、やっぱりね、ということで、小川コーチ。来ましたよ。まあ、そうですよね。あのね、日発であの、サポーターが取ってた、あの、あれですよ、中村俊介選手のね、いや、そうよね。決めて以来、調子がブワーッと上がってきた感じしません？ねえ、わかるね。コーナーキックが脳天にガツアーでもう天空中村落としよね。決めて以来の。そうなのよね。はい、今ね、13ゴール4アシストで得点を。でね、やっぱ、東京オリンピックのフォワードの枠争ってた小川選手と、そして上田綺世選手がそれぞれね、J1、はい、J2 での得点ランキング1位にいるってのもすごいことだなと思いますし、はいはい、そんな小川選手がまさ皆さん。はい、なんだか、シントトロイデンからの噂があるとかないとかっていうね。いやー、なんからしいじゃないですか。だからちょっと J2 でもそんなん関係ねえよってちょっとなってきてますから。いや、そうですよね。そういうことですよね。はいはいはい。あ、こういう流れ作り出したのはね、それこそね、ジュビロの時の同僚でもある、伊藤博樹さんかなとも思いますけど。うん、そうか。ジュビロからね、手術があると言っちゃって、ああいう活躍ですから。夢があるよね。そうなんですよね。だここのベストイレブンに入った方とか含めて、今の若手の皆さんなんてのは、いつ海外に呼ばれても J2 であっても、なんなら J3 であっても、はい、おかしくはない。消えないよね。なるほどね。でござい。見とかなきゃね、そういう意味で言うとね。そうなんだ、ね。いっちゃんだから、すぐいっちゃんだから。そうなのよ。強化攻撃戦の香川選手とかにね、新次戦とか習うこと多そうですけど、なんかね。確かにね。ね、うん、なんか、ああいうパスの選手に結構似合いそうっていうかね、なんかいいホットライン気づけそうな感じもあります。天空香川落としもね、欲しいですね。そうですね、うん。といったところで、2022年 J2 の前半戦ベスト入れた的なベストレベルでございました。ありがとうございました。一個ね、やっぱ整理して次も見たくなる感じでありがとうございました。ありがとうございました。では、毎日やっております。朝晩出しております。お昼は、ね、お薬みたいに言っちゃいましたけど、お粥みたいに言っちゃいましたけどね。お昼はですね、食べやすいですね。胃に優しい休み時間ラジオサブチャンネルの方でね、ご用意してます、はい、浴衣で大丈夫ですんでね、スリッパのまま来ていただいてね、ハムハムしていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。またお待ちしております。
高評価ボタン、チャンネル登録一つよろしくお願いします。それでは、ほなの、じゃあね、どうも。